はい、こんにちは、ヨガイタリアのサトルです。今日はですね、日曜日、養成講座の16日目の日曜日の今お昼です。もうすぐ養成講座が始まって、で今日が彼女たちの試験です。筆記試験と実技試験があります。卒業は8月ですけどね、今日試験なので、まあ緊張してますけど、ただね、彼女ら本当頑張ってます。面と向かってなかなか褒めることがないですけど、なので、まあ、この動画で褒めときましょうかね。彼女は頑張ってるね。で、まあ、今日の試験をなんとかね、突破してもらって、そして7月は一般の生徒さんね、対象に彼女らが模擬レッスンを行います。教育実習の先生みたいな感じですよ。卒業する前だけど、まだまだ未熟だけど、練習兼ねて一般の人に実習的にレッスンを開きますよっていうのね。なので彼女たちのね、フレッシュな姿を見たい人とかね、まあパワーがありますよ。やっぱり新しいことを始めた人たちって、その人たちからパワーもらいたかったらね、あのレッスンどうぞお申し込みお待ちしてますね。無料です。ゆっくり目を開けて、じゃあ今日が16日目ですね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ仲間によろしくって言って、お願いします。約1時間でしょうか。途中で聞いてからね、寝てきます、歩きませんとかね。はい、じゃあ始めてください。みんなも一緒にやりましょうか。生徒役でね。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、一夜明けてですね、一日経ちました。僕もね、実はよく寝ました。昨日ぐったりしましたよ。試験終わったので、あとは彼女たちの筆記試験を今から採点したいと思っています。あとはですね、彼女たちの昨日の感想ね、テストを受けてね、みんな、緊張してて終わったらやっぱりホッとして疲れてたようですね。それはそうですよね。今まで学んできたこの人の集大成の一つですからね。今後自分はどうやってヨガをしていきたいのか、どういうインストラクターになりたいのか、もっともっと入り込みが足りないんじゃないかと思いました。いい気づきですね。試験があっていろんなことに気づいていくんですよね。これが今成長しているということですね。いいことですね。今日もありがとうございました。今日を迎えるのはとてもドキドキしていました。実技も筆記もみんなで集まったり、 Zoom で勉強練習して、やばいどうしようって気持ちからドキドキするけどやるしかない、きっと大丈夫って気持ちに変わりましたって書いてくれてる子もいます。そう、彼女たちね、あの Zoom っていうアプリがあって、まあテレビ電話ですよ。グループでできるテレビ電話ね、
まあ、ビジネス的なシーンでも使われているので僕これをちょっと身につけてほしかったのであえてこのねわざとズームっていうのをね紹介したんですよ。うまく使ってくれましたね。本当によく使ってくれた、うん、自宅にいながらでもみんな繋がってたみたいですね、うん、いやでも本当に今回の子たちはねよく勉強して練習してくれましたね。本当もうこれはねもう涙が出そうなぐらい僕としても嬉しいですよ。ねあともう一人ぐらい紹介しようかな。一部ね、うん、そうそう、実技テストは1ヶ月みんなで練習を頑張りました。だけど思い通りにスラスラと言えなかったり噛んでしまったりまだまだ練習不足だと感じました。頭で考えていることを伝えるのは本当に難しい。いいですね、1ヶ月みんなで勉強したようですね。そう、彼女たちのインスタとか見ても写真がアップされてたもん。ここ愛知県豊橋市なんですけど隣が静岡県で静岡県には浜名湖という湖があって湖の湖畔でね浜名湖畔で練習したりしてましたね。それもね1回や2回じゃなかったと思います。しっかり練習してたんだと思います。そう、仲間がねいたか、これみんなが書いてるんですけど一人じゃできなかった、仲間と出会ってできましたって書いてますね。仲間との出会いねすごく大事です。自分が一歩ね、上に行こうと思ったら良き仲間っていうのはこれはもう環境の一つです。この講座でそういう仲間と出会えたということは開いた僕としても本当に本当に嬉しいです。その仲間っていうのはもう本当かけがえがないですよ。もうずっと仲間でね、社会人になると仲間って出会いにくくないですか、うん、なかなかね大人になるにつれて友達ができにくいなんか言われたりしますけど、まあ、まさにその通りかもしれないです。だけどこうやって同期でね同じ条件でもちろん年齢も今までのバックボーンも全部違うんですよ。だけどそれが同じ仲間になれるんです。それがヨガインストラクター養成講座ですよ。ということで、まあ、まだ講座が終わったわけじゃないのでね8月に卒業するので7月には彼女たちが行う模擬レッスンですね無料で参加することができるので養成講座に興味がある方またフレッシュな彼女たちを見てみたいという方たちはお申し込みお待ちしているのでね概要欄にも貼っ付けておきますのでぜひ参加してあげてください。じゃあ今日はここまで。